こんばんは、平井博明です。今回はですね、いつもラウンドするメンバーって決まってます？どうですかね。僕が言いたいのは、いろんな年代いろんな方とゴルフをしてくださいって思ってます。その理由としまして、平井博明のワンナップゴルフ、年代によって吸収できる得られるものは違うんですよ。まあそれは流行りだったりもします。例えば20代の方が今取り組んでるようなこと、30代の方が取り組んでるようなこと、まあ40代50代60代ってなってくると思うんですけど、まあその方が体がバリバリこう切れてた時とかの年代の時に流行ってたものとか、例えば今5、6、70代の方なんかはもうブリヂストン、ジェイズとかそんなもんだと思うんですよね。時代が若い子、今の、まあ、20代とか30代とかになってくると、まあ、テーラー、キャロウェイ、ピンとかってなってくると思うんですけど、クラブだけでもそういう風に変化があったり、そうするとスイングで取り入れるものなんかも変わってくると思うんですよ。自分にないものを持ってたりすることもあると思うんですよね。例えばたまに聞くのが、20代30代の方が6、70代のおっちゃんとゴルフして飛ばないんだけどめっちゃゴルフうまいんだよって会話聞いたことないですか？僕結構あるんですけど、綺麗なゴルフではないんですけど、こう泥臭いゴルフするんですけど、なかなかボギー打たないしパター入れてくるし上手いなっていう印象が僕はあるんですね。僕そういうゴルフの方が好きなんですけど、球を曲げたりとか高さの高低差を出して打つショットなんかは僕は結構ゾクゾクして好きなんですけど、今の子って今のギアで育ってるんでそんなことしないんですよ。普通にバコーンと高い球打ってでっかいボールで球も曲げないでストレートで打っていくようなイメージがあるんですけど、まあ、それはそれですごくビッグゲームなんでいいと思うんですよね。プレースタイルが2つに分けても違うじゃないですか。なのでそういうふうに、ああいう攻め方もあるんだっていう参考とかですね、自分のゴルフで違うものを取り入れてみようとかっていうことになるんで、そうなってきたら自分のゴルフがもっと変わるかもしれないですよね。可能性のある次のこうステップいけるかもしれないので、いろんな年代の方とゴルフやることをすごくおすすめします。例えば今の子たちなんかはパターなんかはこうやって多分打ったりすると思うんですけど、僕の勝手なイメージですよ、6、70代、80代なんかこうやってパター打ったりする人もいるんですよ。こうやって寄せて固めてこうやって、要はオリジナルが強いんですよ。今で言うと癖が強い、そういうのってすごく大事だなと思います。こういうものじゃないといけないっていうのがやっぱ強いと、自分の良さっていうのを出せず終わってしまうことがやっぱ多いので、こう試合出る出ない別ですよ。例えばベストスコアとかもそうですよ。なんでちゃんと自分のマックスを発揮できるプレースタイルはどういうプレースタイルなのかっていうのを、何も教われないで自分一人で考えて、打ちやすい、この方が動きやすいとかって見つけていただいた方がいいので、あんまりこう肩にはめない方がいいですよね。いろいろ頭を柔らかくするために、いろんな年代の方とゴルフするっていうのはすごくいいなと思いました。やっぱ若い子たちはあれなの、癖がないんだ。まあ、癖がないのに癖を入れてる人がいるよね。入れてる、まあ、理論だったり、そういうものを、何も入れなかったらすっげーうまいのになっていう人がいきなりダウンスイングで始まっちゃったっていう人いるし多い、うん、それがいい悪いじゃないけど、それを見てすっごく悩んでる球、散ってる球、打ってるの見ると、いやだよねってなっちゃう。もったいないなと。40代ぐらいになるとどうなの？俺らぐらいだと狭間だよね。狭間なんだ。だから入れてる人もいるし、まあ入れてない人が多いんだけど、多いんだ、いやでも40代だと入れないかな、感覚が多いかな。感覚の方が多いかもしれない。でもなんか50代とかになると逆に入ってる感じするけど、そんなことない？オリジナルは入る。オリジナルじゃなくて理論は入んない。50代60代の方の時って、絶対体重移動っていうイメージだったの。そうなんだ。こうやって、体重移動は入れてた、みんな。俺も絶対当たらない体重移動をやらされてたから。そうなんだ。そういう時代だったんだ、時代、それはもう間違いなく時代。いやなんかそのさ、ワンナップゴルフに来られる方は多分50代ぐらいが多いのかな。40から多い、5、60代が多いよね。だからそう、いろんな YouTube 見て迷子になって来られる方が多いから、5、60代ってそうなのかな。5、60代一周してさ迷子になってるっていうか、入れ出したの最近だと思う。要は3、40代、もしくは大卒で会社入ってゴルフやらされて、ゴルフにハマって、で3、40代は入れなくて、体が調子良かったから飛んでた。だけど下がってくるでしょ、体力落ちてきて。それで今の子たちは飛ぶ理論がやってるから、それを取り入れてぶっ壊れましたっていうのはほとんどそうなんだ。そうだから入れないでうまかったのに、体力とか飛距離が落ちてきて入れようって入れてぶっ壊れちゃった人はいる。それで YouTube を見始めちゃったから。そう便利だから。1周2周3周ぐらいしてきてる方やっぱ多いよね。
おめっちゃ多い。3週ぐらい YouTube 回らないと3日ないから。3日ないワンナップゴルフ。そうだよね。そう、少ねえんだから。そう、すすなかなか出会わないから。あ、そうか、それがね多いな。20代の人来ないけど YouTube 見てないのかな、始めたてっつうか。いや、見てる。あ、見てる。見てるけど迷わないから。あ、若いと迷わない。こうだから。へえ、まだ迷うとこまで試してないでしょ多分。あ、そういうこと。うん、折り返せてないから。でも小田原から来られた20代の方、その方は知ってる。何をしてんの？ゴルフ。へえ。気づいてワンナップ来てくれてるから。すごいね、うん、若いのに。そう、20代後半か30代前半野球部上がりの方、気づいてた。レッスン来た時いろいろ聞いたら。へえ、うん、それいつ？最近。最近1-2週間前。あ、そう、うん、腕とかやっぱ強いんだよね、野球やってたから。うん、それうまく使いましょうって。当て感。当て感あるね。ただ打点が違うんだやっぱ野球と。そうなんね。そう、後ろすぎんのよゴルフって。そう、びっくりしちゃうの。そう、結構後ろだからゴルフは。こんなとこで打ったら全部ファールじゃんってとこで打つからさ。そうだよね。そう、どうすんのって。そこがまあ本当唯一違うかなと思って、うん、クラブを振る動きなんかはまあ似てるんだけど、うん、もう本当ポイント打点が違うから。そうなんだよね、うん、だから逆でやった方がいい。あ、確かに左とかね、右の人は左。だから俺右で打ってて違和感ないもん。うん、打点違うことにも気づかない、うんうんうん、野球左だから。だから良かったかもしれない。全く別物だもん。そう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 、そうだからその辺がね変化できてくるとゴルフもね飛ばせるなと思うけどね。しかも何が違うってさ、野球ってさピッチャーの方向いてボール捉えるじゃん、うん、ゴルフって向かないで捉えるじゃん。そうだね、そうだね、全然違うよね。全然違う。そうだね、そりゃ振り遅れてグッバイするよね、うん、野球やってた人は、うん、結局ボールが時計の文字盤の真ん中で何時から入れて何時に抜けていくかが分かってればいいだけのことなんだよね。それを動きでやろうとするからそれが難しくなる。例えばこれをさ、うん、3時に入れて9時に抜くね、うん、こう、うん、で4時に入れて10時に抜くね、うん、で2時に入れて8時に抜くね、うん、それで3通りの球が出るじゃない。だもう本当インパクトでそれできてればフェイスはずっとターゲット向いてると仮定して、うん、したら3通りの球楽勝で出る。だそれを自分のやりたい動きがあったらそのインパクトのクラブの動きができないから、うんうん、だから球を操れない人が出てくる。はい、あ、もうそれだけ、本当にそれだけ。そうだね、うん、だから体の動きじゃないんでしょ。そうそうそうなの。クラブがどこ通って、ヘッドがどこ通って、どこに出てくかだけだもんね。そう、それだけ。それだけなのやるの、ゴルフって。でも、その YouTube を見ちゃうと、こういう体の動きをやれば、こういうクラブの動きになるからって逆を言ってるから、できない人が多い。そうなんだよね。そう、もうほんとここだけだ。コース行けばよくわかりますよ、本当に。そんなことやらせてくれない、体の動きなんて。ボールを狙いたいところに運ぶだけのゲームなんで、スイングの得点ではないですよね。だからそこが分かってくると、考え方が変わってきます。で考え方が変わるとスイングが変わります。だから前やった動画のあれだよね、うん、例えばうまく打てた時とか、うん、上手い人は結果的にその自分が入れたいようにクラブを入射させられてるけど、うん、そこを見てるんじゃなくて、うん、そういう風になった時に体が結果的にこうなってるから、うん、じゃあ体をこうしたらうまく打てると思ってやっちゃうけど、うん、それは成り立たないよねってことだよね。そう、成り立たないね。そうなんだよ ね, ね、違うんです。本当に違うんです。体をそう動かしたからうまく打てたわけじゃないんだもんね。そうだ ね, そうだね。クラブをそう入れたかったらそういうふうに体が動いただけだから、うん、そう、本当それだけだから。そこが分かってくると本当にゴルフはやることは簡単ではないけども考え方がシンプルになってくるので、こう難しいなっていう感じはなくなってくると思うんですよ。まあ、いろいろ試していただきたいことはワンナップゴルフっていうのは多くて、まあ一個一個伝えてるんですけども、ゴルフ人口がやっぱ多いのでなかなか難しいですよね、伝わるのって。ただワンナップゴルフをちゃんとこう見てくださって必要とされている方がいるので、まあ、これからも続けていきたいと思います。また気づいてほしくない？それに。うん、気づいてほしい。クラブなんだよ、ヘッドなんだよっていうことに。そうだね。そう、それがゴルフの答えなんだよってことに。そうだね。練習場でのことは言わないんですよ、こういう動画って。コースのことに対してしか言ってないんでこういう答えになってるんですよね。あのクラブだよっていう、まあ、当たり前のことなんですけど、コースではそんなことやらせてくれない経験したでしょってことなんですよ。結局はコースで必要とする球の入射をすればいいってことだけになってくるんですよね。結果論体の動きはそうなってるってことです。はい、まあ、本当にそういう
部分っていうのは本当に年代別によっても変わってくるんで、いろんな方、もちろん男女もそうですよね、いつも男性だけ女性だけとかではなくて、まあ、男女混合とかでもいいと思うんですよ、2対2とかで、まあ、本当にいろんな世代といろんな方とゴルフしてみてください。それは本当おすすめします。で、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。